中でも外でも僕は特に中だからこうしよう外でもこうしようっていうのはなくて、中でも外でも重たいエレメントではなくて、うん、軽くて薄いエレメントで空間にグラデーションを作っていこうというふうにしているわけです、うん、で中だと例えばこの天井を構成する、まあ、これはタルキって言い方するのかジョイストって言い方すればいいのか、うんまあ、そういうこの薄い材料がその空間の、グラデーションを作っていったりとか、あるいは方向性を示していったりとか、空間のなんか密度を示していったりとか、そういうものをこの材料によって定義していくわけですね。だからそれは外でもそういう形で、外の場合はよくルーバーって言われるけど、中でもこれは実は同じ役割を果たしていて、同じような軽さとか薄さっていうようなものによって空間をこう自由に定義できる。でこれはね、日本だけじゃなくて、もうギリシャでももう どこでも、ギリシャでもギリシャの神殿でもタルキ状のものがあるわけだけど、それこそ建築をだんだん設計を重ねていくうちに、タルキ的なものが非構造材でもうまい形でその構造材とインテグレートできるってことを人間学習していくわけで、でそういう非構造材構造材っていうこう分類を超えたなんかボキャブラリーしてタルキってあるんじゃないかなと思うんですね、うん、それはモダニズム的に考えるとなんていうかな、メインのものではないっていうことに多分なるけど、福間先生の考えだと、いやこれは違った面でのメインだっていう、構造ではないけれども、やはりその役割や機能があって、その機能というものが空間を演出するようなっていう風な形なんだ。そうですね。で、まあ、モダニズムも一つの競技としてはね、全てのものは構造材であってあるというような、その競技っていうかドグマを作ったわけだけど、実際にはミュースなんかもその非構造材をものすごくうまく構造材的に見せたりしてね、空間を作ってるわけですよ。でそこのね、構造材非構造材っていうものの境はモダニズムの中でも非常に曖昧だったわけで、でそれを、まあポストモダニズムの時代は偽薬的にその非構造材をこう過剰にこう見せる、非構造材はむしろ主役にしてっていう、こうそういう偽薬的なスタンスを取るわけだけど、僕は全く偽薬的スタンスっていうのには興味がなくて、非構造材も構造材もどっちもうまくインテグレートさせて空間を作っていくっていうのが僕のスタンスなんで、その意味ではモダニズムポストモダニズムを超えたその先のことをやりたいなと思ってるんですよね。まあ、これね、一種の螺旋状の空間になっていて、螺旋状の空間というのは平屋的な地面というものをどうやって上に延長させていくかという時に、人間は、まあ、螺旋的なものをかなり昔に考案したと思うんですよ。で、その平屋のままで上に上がっていけるというののためにすごい螺旋は便利で、まあ、グッゲンハイムなんかもそれで、彼はその平屋的なものを上に上げて螺旋を使ったんだと思うんだけど、まあ、ここでもそういうふうに螺旋があるわけです。やっぱり全てが空間というのが、都市空間というのは全てが動線だというふうに考えていて、まあ、グッケンハイムなんかもあれは非常に都市的なミュージアムだと思っていて、都市の中にアートが展示されてるみたいな感じがあって、これも都市の中になんか観光情報が散りばめられてるっていうことになればいいなと思ってたんです、うん、その都市の、基本っていうのがやっぱり歩くっていうの動線っていう、うんうん、そうそう、だからやっぱりその歩くっていうことの意味がいよいよ僕は大きくなっていると思っていて、自動車での移動で、自動車対自動車と箱があるっていうんではなくて、全てが歩き回れる空間になっていて、その歩き回れる空間に屋根がかかっていたり屋根がかかっていなかったりって、それが都市だと思っていて、まあ、もう一回今自動車っていうものの文明に変わる文明が、まあ、我々探そうとしている時代には、そういう歩き回る空間イコール都市っていうふうに都市を定義し直すことが僕らの時代かなっていうふうに考えますね。
例えばこのタルキもそうだし、それからあの壁なんかでも、あの壁はそのすごくあの重たい壁ではなくて一種の家具みたいな、しつらいみたいなことにしているので、そういうあの重たいものとかくっきり区切るものっていうのをどん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 排除していって、軽い小さなものだけで全体が構成されるようにしている。そういう小さな軽くて薄いもので全体が構成されるということがこの空間の基本で、そのためにあのカウンターもものすごく薄くしているし、それからこの展示台なんかもこの鉄板を使って徹底的に軽い薄いっていうのにこだわっているの でそうすると、その大地的なものの上に軽くて薄いものがパラパラパッと漂っているっていう状態で、それがあの僕はあの東京の昔の都市の作り方だったと思うんです。今我々の時代っていうのは、実は硬くて重くなくても積層させていける技術っていうのを手に入れたので、それはそのあの鉄骨、さらにそのコンピューターの解析でそういうその透明な空間を地面の上にも重ねていくことができるようになったので、そういう技術のベースがあって初めてこういう地面的なものが上まで登っていって、その上にパラパラとした粒子が漂っているっていうような、まあある種の立体空間が作れるようになったと思うんですね。だからコルビジェがあの立体的な街路とっていうようなことを言って、マルセイユなんかでもそういうあのユニティでそういうことを試してんだけど、実はコルビジュアが立体的な街路って言った割には、あそこはコンクリートであの限られてセパレートされてるので、街路っていうか廊下っていう感じになっちゃってるわけだけど、僕らの時代は本当に立体的な街路っていうのを実現できるようになった、でここでそういうことをちょっとやってみたかったんですね。あの先ほどのお話で、あの動線縦の縦軸動線の延長上、まあゴールに庭があるっていう話だったんだけど、ここはその庭が、そうだね、だからあのまず地面っていうのがあって、で地面が立体的にこう延長されてきて、でそのここの地上40メーターのところまで地面が来てるっていう感じが、ここでもう味わってほしかったんですよね。まあこれここから見るとね、本当にそのお寺なんだけど、お寺っていうお寺の領域ってものと、それから普通にその市民が暮らしてるこうごちゃごちゃした領域の区別も曖昧になって、なんか本当にグラデーションで全てがグラデーションの中にその粒子が浮いてるみたいな感じがすごく分かる光景だと思うんですよ。だからそれはあの極めて日本的な宗教空間の作り方なんで、まあこういうあのそのグラデーションで処理しながら、でも人間とは何も不自由しなく生きていける、僕なんかこれはすごく未来的なモデルでも持っていだと思っていて、なんかしっかりした教会ってものを定めようとすると、教会を通じていろんな争いが起きたりといろんなことがあるけど、全てがグラデーションでうまく解けてるとね、まああのこう教会を定めなくてもちゃんと人間が共存できるとか、多様なものが共存できる、だからそれってすごく現代的だし、現代のテクノロジーのあり方とすごく合ってると思うんですよね。劇場で、これこの小劇場で、ここで、まあ、この寄席とか音楽とか音楽会やったりとか、いろんな使い方ができるんだけど、あのスクリーンがバーッと開くと中見せが見えるようになっていて中見せとつながったここでも空間があるわけですね。そしてこのスロープっていうのは、外から見るこの屋根のスロープと何か、そう、屋根のスロープの上に段々を乗っけていくと自動的に劇場ができたって言って、屋根のスロープ、これをまあスクリーンが上がると、そう、今度スクリーンが上がると、このスロープ階段状の客席のまさに延長線上に中見せがこう見えるっていうこの感じ、これはねなかなかねちょっとダイナミックで、まさにその都市、中見せっていう都市がこの空間の中にまで流れ込んでるような感じっていう、僕のやりたかったことがこれ一番はっきり見えるんですね。